ということで、久しぶりの輸入品フェデックスです。開けまーす。ということで、今回買ったのがマンティスポットプロですね。今多分 2.0 が出てると思うんですけど、それの 1.0 っていうんですかね。まあ、1.0 っていう型番があるわけじゃないんですけど、その、まあ、1個前のやつのプロを買いました。で、買った理由はこの α7-4 なんですけれども、α7-4 最近全然使ってなくて、もうちょっとこう、これを使うモチベーションが欲しいなと思って、そのモチベーションとして新しい三脚を導入したいと思います。でじゃん、はい、もう知ってる人は知っている。白飛びが全然見えない。まあ基本的にいろんな使い方ができますよっていうのがあって、まあ僕の中で気になってるのはこの壁掛けとかができるっていうのが結構個人的には気になってるところですね。ちなみに言うとモチベーションのもう一個はこれです。パスポート見ていただいた通り、もうすぐ海外旅行に行きます。でその際に装備としてこれと今撮っている iPhone と、あとこれGoPro を使ってちょっとしばらくアメリカにまた滞在しようかなっていうふうに思ってるんで、まあそのうち今回はこの α7-4 をもうちょっと使いたいというモチベーションを上げるためのマンティスポットです。あ、ちなみに今日結構声が枯れております。理由はちょっと仕事で今日だいぶ喋ることが多かったので、それで久しぶりに喋ったら声が枯れました。ほい、お軽？あ、めちゃくちゃ軽い。こんなに軽かったんだ。なんかもうちょっと金属感があってすごい重いのかなと思ってたんですけど。これいいな。今使ってるのはですね、これなんですよね。じゃん。ゴリラポットでーす。これはこれで好きっちゃ好きなんですけど、まぁ、ちょっと旅行に持っていくときめんどくさいなって思うことが多くて、まぁ、このね、足のね、ボールジョイント的な部分が使いやすいっていうのはあるっちゃあるんですが、まぁ、もうちょっとこう使い勝手がいい、かつコンパクトかつ多機能みたいな、なんかいいとこ取りのやつないかなってことで、まぁ、もう師匠が使ってる、ドリキン師匠が使ってるマンティスポット。プロです。今回買いました。まあ今だと 2.0 が出ているので 2.0 買う人が多いと思うんですけど、まあこっちの方が重量的に、まあ僕は特にこのサイスのレンズつけてて結構重いんで、まあ重さ対策としてプロです。おう。あ、プレートついてる。なんかプレートなしバージョン頼んだつもりだったんですけど、プレートありバージョンでした。あ、来た。取れました。これちなみにプレートがアルカスイス互換のプレートなんで、もともとついてるこれいけますかね。ピークデザインだ。ピークデザインのマウントついてるんですけど、これでも、あ、一応いけるな。一応いけるけど、なんかあんまりハマり心地良くないぞ。なんかイメージだとカチャって、あ、いけた。はい、一応ガッチリいけました。でここのヒンジか、このヒンジをカチッと、カチッってか、まあ締めれば止まって、でここのコールドシューをここにマウントすると、おう、で、ここを閉めれば、あ、いいっすね。コンパクトだわ。で、普段持ち歩くときは、畳んで、あ、めっちゃこれ、あ、取りやす。で、カメラマウント以外の使い方は、なんか説明書読もう。なるほど、なんか望遠的なモードがあるのか。お、いった。これか。お、なんかすげえ動いた。なんか一応ここにね、なんて言うんですかね。このネジ切りみたいなものがあって、ここにいろいろマウントまたできるみたいなんですけど、使い方がよくわかりません。まあ、とりあえず使い方としては、なんかここ外れて、ここにはめられそうな感じがするんで、あ、こうか。こういけますね。で、あ、一応、こういう使い方もできるんですけど、めちゃくちゃ手がプルプルするんで、あんまりこれは使わないかもしれないですね。どちらかというと、もうちょっと小さい iPhone とかをマウントするのに使うのがいいんだと思います。であとは、なんかこれ出てきたパーツを見るに、多分これがカマキリのマンティスの足になってて、はい、こんな感じです。こうやって壁に引っ掛けて使うことができます。まあ僕は今撮影機材として点釣りカメラが、こうやって撮る点釣りカメラがないので、まあちょうどいい撮影機材になると思います。この辺をうまく使えば。なんかやっぱパッと見た感じ、これを使っているなんか説明みたいなのがないんですよね、この絵の中に。なんで、あんまちょっとこの辺はちゃんとホームページ見て調べようと思いますけど、久しぶりにちょっと、海外旅行に行くので、それに向けて今絶賛、大絶賛、ちょっと外でいろいろ撮影ができる装備を揃え中っていう感じでした。以上。で、すいません、付属品紹介するの忘れてました。袋がついてます。なので、持ち運び便利そう。と、もう一個、ステッカーです。まあね、この PGY テックちょっと薄く見えるけど、PGY テックのステッカー、白と黒バージョンが入ってました。あとこれですね、電池が入ってたんで、特に工具は不要って感じですね。それから、ちょっとおしゃれめな、カメラの名刺的な、なんかインスタのコードとかが書いてあるやつ
です。